イルカザベータ星は、イルカザの多重星である。主星 A は、実質等級4.1等の準拠星、番星 B は4.9等主系列星の分光連星である。二つの星は、軌道長半径 13AU の大円軌道をおよそ26.7年の周期で周回している。地球から見ると、平均して0.65秒しか離れていないため、 消防遠鏡では分解してみることはできない。さらに13.1等の番星芯が発見されている。ロタネブという固有名を持つ。これはアルファ製のスワロキンとともに1814年にパレルモ天文大大長のジュゼッペ・ピアッツィが出版したパレルモ製表の第二版で初めて使われた。これらの名前は当時ピアッツィの助手を務めていたニコロ・カチャトーレの名前を ラテン語化したニコロウス・ベナタを逆から読んだものから名付けられた。カチャトーレは後にピアッチの後を継いでパレルモ天文台の第二代大長となっている。2016年9月12日に国際天文学連合の構成の命名に関するワーキンググループはロートネフを方有名として正式に承認した。ありがとうございます。